楽しい時間、何が楽しいかって言ったらやっぱり心が和らぐことが楽しいわけですから、そういう時間をこう過ごせたっていうことでね、何か与えたんじゃなくて何か与えてもらったっていう、そんな時間だったと思ってますけどね。参加させていただいて、いや本当に参加させていただいたというような感想ですね。こう自分は宇梶さんの助手としてというか来た形ではあるんですけど、みんなさんと心を触れ合えたような贅沢な時間でした。何かやらされちゃうのかなみたいな気持ちを解いてくれた時に、その人らしさっていうのがはっとこう色が増してくるんですよね。気持ちがこう向き合って合ってきてるなっていう、でみんなを感じる、でみんなの中でのまた自分をまた感じる、そしてまたみんなを感じるっていう。今回出会った2人の方たちは本当に包んでくれるような受け入れ方をしてくださるというか、いいんだいいんだぜって言ってもらえてるような場にいられたと思います。人のこと感じないで自分の思うままに行動するっていうのは勝手っていうことになるじゃないですか。だからそれとはまた似たようでいて、実は一番対極なんだよ、反対側なんだよっていう、そういう感覚を得ると本当に人生豊かになっていけるのかなっていう、そういうまあアプローチですよね、ワークショップもね。本当に色がなんか全然違うのに、なんか一緒にいて単純に羨ましいなと思って見てしまいました。だから僕頑張れって、伸び伸びとこのまま年を重ねていってほしいなとシンプルに思いました。自分だったらなんか恥ずかしい。そう、別にいいよみたいな。なんかやってちょっとチラッと見て面白そうだなと思っても踏み込んではいかない感じするよね。ストーンと入ってきてくれたからすごい楽しかった。人、例えばヘイトでもそうだけど、攻撃したり揶揄したりする人ってやっぱり心の中に空洞があるんだなって思いますから、どうやったら人間ってその空洞を温かいものや柔らかいもので満たしていけるのかみたいなことをもまたこのコミュニティから感じたり学んだりすることなのかなっていうふうにも 思いました。だから今日この空間が素晴らしかったのは、子供からお年寄りまでがいた小さな地球ですよね。でその中に本当に彼らが、ね、臆せず飛び込んできてくれたっていうのは、彼らがいるといないとではまたうんと違ったと思うし、そういう意味でいてくれてありがとう、頑張って大人になれよっていう